選べる人生を選ぶか選べない人生を選ぶか選択はすでに始まってるってことですよね今回ねヤクルトレーディーのちょっとお話をしたいんですけどもいやちょっとねやっぱりそうかっていうねびっくりすることがありましたもちろんこれは全国各地津つ,つ裏裏のヤクルトレーディーさんのことをお話してるわけではないですさらに言うとねヤクルトレーディーにかかわらずこういうことってどの業界にもちょびっとあると思うんですよというのがねヤクルトレーディーさんって あのヤクルト、をいろんなところに販売納品するお仕事、特に個人宛に行くと思うんですよ。で、ビジネスモデルとしてはヤクルトレディーさんが会社から買い取って、その買い取った商品に利害を乗っけて販売に行くっていうことなんでまあ、個人事業なんですよね？まあ、ですんで、何の保証もあるわけじゃないし。 安定した収入が入れればそれはねあの定期購入とかしていただいてある程度の月収っていうのは測れるようになってきますしまたヤクルトさんには託児所があるんでねあの小さなお子さんをお持ちの方っていうのはそこに預けて仕事に出れるんでなんか保育所も込みでそこで面倒見てもらえるっていう仕組みですごくよくできてるなぁと思うんですよところが実態はヤクルトレディーさん,特に小さなお子さんをお持ちの方がね 20代とか30代の前半でお勤めに行くとやっぱりねうん契約を焦って、うん、いわゆる枕みたいな真っ暗なこともねあるんですよねでそれがねなんか最近ね私のところに来ましてですねあの契約をしていただいていろいろとあるんですよってことでお話聞くとそういうことだということでね、うん、私に直接持ちかけられたわけじゃないんですよ。 やっぱりそっか塾の塾生さんっていうのは様々な方がいらっしゃってそういうことをしているんですっていう方もいらっしゃったんですよねでやっぱりねそれも良くないのでそれにそれはそれで不安定だからあの自分で稼げるノウハウを身につけていきたいとだったら私が言うのはねヤクルトレディとしてちゃんとね攪拌力をつけていけばいいんじゃないのとまさにそういったヤクルトレディの言えない話とかみたいなのを匿名でやっていって。 それを通じて契約を取っていくとかっていう方法もね難しいけどもあると思うしそうじゃなくてもねあの日々ヤクルトリーディとして頑張ってますみたいなことをやるだけでも応援したい人って出てくるんですよねしかもヤクルトって1本ねあの100円とか200円みたいなもんなんでじゃあ毎日23本届けてみたいな人っていうのは結構拾えると思うんですよだからそういったことをやったらどうかなとかね例えば私が住んでる地区にも、 ユーチューバーさんって多分いらっしゃると思うしヤクルトレディーさんっていらっしゃると思うんですけどもでも普段お会いする機会がないんですよでもユーチューブで私と同じ地区でヤクルトレディーやってますと目標は毎月10万なんだけど今4万円ぐらいなんですって人がいたらじゃあ1年だけかもしれないけどもちょっとね毎月500円とか1000円だったら通るよみたいな人が出てこないとも限らないんですよね、うん、だからそういうふうな発信したらどうかなとその発信の切り口も世の中のいろんな問題に対してね 訴求ししてていいくっていう方法もあるしでそういうのは私指導できますよっていうことを、まあ、お話しして話がまとまったんですよである方はねそラーメン屋をやってる方で昨日もそのラーメン食べに行ったんですけども最近 YouTube 界隈でねこういった問題が起きてるんですよラーメンを食べ終わった丼の中にティッシュが入れてある例があるということなんですよねこれお客さんの立場からしたらティッシュね口を拭いたりその辺拭いたりとかして捨てるところがそのテーブルの上とかだったら悪いから あの,どんぶりの中に入れてあげたら楽なんじゃないかなとか、ね、まとまってて綺麗なんじゃないかなっていうふうな形で親切でやってる例が多いんですけどもただラーメンを作る側からしたらね美味しいラーメンを入れる器の中に食べた後とはいえねどんぶり洗うとはいえちょっとティッシュ入れないでほしいなっていう気持ちがあるそうなんですよ。でそれがなかなか言い出せなかったんですけどもだけどもこの春の時期にねあのちょっと口を拭くぐらいだったらまだしも思いっきり鼻をかんだやつを入れるやつがいると。 でその姿を他のお客さんが見たら「うえ!」とかになってさすがに足遠のくんじゃないかなってそのぐらい分かってくんないかなこの人は自分がねあの自分の家で食べた食器の中にもこうやってティッシュを簡単に入れる人なんだろうなっていうところがあってそういった話をね YouTube を通じてラーメン屋さんのオーナーさんが結構漏らしてるところがあったんですよ。 で、昨日行ったラーメン屋さんのところにも「そういうの見てます」っつったら「ああ気になるんですよね見てますよ」言い出せないけどもやっぱり丼の中にね食べ物じゃないもの入れない欲しいですよねって言われてたんで「あやっぱそうだよね」っていうことをね聞いたんですよ、うん、だからそういったその事業者さんの本音とかね現場にいる人の,あの建前とかっていうのも十分、うん、多くの視聴者さんお客さんの興味をそそるんではなかろうかみたいな感じでねネタ発信っていうのは結んできるなと思いましたね だから日々、ね、ネタが溜まっていって発信が追いつかないから発信するのも疲れたわみたいになりそうですね逆にネタがないっていう人はねもう何を話せばいいんでしょうかみたいな感じですけどもやっぱ吉田さんもそうですし私もそうですね24時間ネタ探そうと思わなくてもネタが溢れてきてるんでそもそも何も起きなくても朝起きてあのパッと目が覚めた時点でもネタが満載されてるんでもう何発信したらいいんだよみたいなねありすぎて困るみたいな感じですよね だからネタがありすぎて困るってことはアクセスがありすぎて困るってことにもつながりますしなんかね稼げるよねってことになるし、うん、あのいっぱいあるからこっちで選べるって話ですよね、うん、だからなんかこうお客さんや商品選ばずにやらないといけないっていうそういったフェーズも当然ありますけどもねでそれを抜けるとこっちで選んでいいと思えるものだけやっていけるとかでコンサル申し込まれても「あこの人はちょっとね うん、生活体系乱れてるからコンサルショットやめとこうかっていう,うに断ることもできたりとかしてだから売り上げが欲しいから、あのー、仕事をするっていうよりもうまくいってほしいから、あのー、やらせてもらうその代わりに報酬はちゃんと設定しますよみたいな感じでね、うん、売り上げのために売れるんだったらちょっと値下げしましょうかみたいな妙な交渉を事業者がしなくてもいいっていうのが、まあ、本当に、ね、マーケットバランスが取れていくこと大事なんじゃないかなと思いますね。 選べる人生か選べない人生かね。やっぱりこう何でも自分で選べる方がいいですしね。そして誰かからは選ばれたいと思いますしね。人の気持ち、はそこはずっと変わらないのかなと思いますけどね。はい、それじゃあよろしくお願いします。